6月7日のお洗濯情報をお伝えします。東日本では日差しが届いても内陸部を中心に天気の急変に注意が必要です。金沢ですとか名古屋でもにわか雨の可能性がありますので、外干しは控えた方が安心ですね。西日本も日差しが届きますが、高知ですとか福岡など特に太平洋側や九州ではにわか雨の可能性がありますので、お部屋で乾かすようにしてください。一方、関東から北日本見ていきますと、日差しが届き外干しも OK、 日差しを有効にお使いください。特に広島、気温も上がりカラッと乾きそうですね。那覇は梅雨空が戻ってしまいそうです。お部屋で乾かすようにしてください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。